秘密基地おたほの秘密基地トランスフォーマー動画をご覧の皆さんこんにちはおたほです今日紹介するおもちゃはこれだトランスフォーマーアースライツアイアンハイドプロールだ <laughs> あー全国の玩具野郎集結せよ今回の動画が面白かったらチャンネル登録と熱い高評価どうぞよろしくお願いします それから、ちびっこもぜひ、大人と一緒に見てね。それでは、早速レビュー行こうこれはね、日本でも発売予定があります。一足先にね、海外で発売されました。これはね、あの、初代のね、トランスフォーマーファンにとってはおなじみのアイアンハイド。そして、プロール。これはね、待望です。これがね、セットになっています。 基本的には前回レビューしたラジェットとか、まあ、スモークスクリーン、ブルーストリークの、まあ、リデコですね。まあ、違うんだよ、母ちゃんです。パッケージはこんな感じですね。背面。それぞれ、えー、ビークルモードから、あ、ロボットモードにね、トランスフォームしています。さあ、それで開けよう。オッケーロ。オッケーじゃーん。中はね、ロボットモードで入っています。さあ、まずはね、ビークルモードから、じっくり見ていこう。 じゃーんさあ、まずは、プロールから見ていこう造形はこのようになっていて、後で紹介するブルーストリークと型は基本的には同じ。何が違うかというと、カラーリングと、ここにパトランプがついています。これは、あの、5ミリピンで接続されているんで、このようにね、外すことができます。こんな感じ。ちょっとね、近くで見ていこう。ポリスちゃんとね、あの、なんていうのかな、こう、地球人がわかる英語ですね。ポリスと書いてあります。 えー、後ろはこんな感じですね。横から見るとこんな感じ。正面から見るとこのようになっていて、ここにオートボットルのマークがあります。このビークルのデザイン本当にいいよね。昔のトランスフォーマーのような、うん、あのフェアリーィフェアレディ Z のさ、ようなさ、デザインとなっています。で、ブラスターガンはこのようになっていて、スモークスクリーンやブルーストリークには、あの、肩にね、取り付けるキャノンの武器。 ま、三つだったんだけど、今回はね、一つとなっています。こんな感じ。ちょっと比較いこうか。ブルーストリーク。そして、スモークスクリーン。<laughs> 違うんだよ、母ちゃん。本当に劇中でもね、キャラクターとして全然違います。コアなトランスフォーマーが好きな人にとってはね、もう本当にこれは別人です <laughs>。それぞれね、えま、型が非常に、もう同じなのがこれですね。ちょっとね、正面から見てみようか。本当に色が違って、パトランプがない。 あとは武器が三つなのが一つになってるっていうだけです。うん、だけどね、キャラクター的に全然違うって感じですね。あとは、スモークスクリーン。これはね、フロントの部分のデザインが違います。こんな感じうん、やっぱさ、パトーカーからロボットになるっていうのが本当にいいよね。プロルはこんな感じ。さあ、次のビッルモードは、アイアンハイド。これも待望だね。 これさ、前回のレビューしたラチェット。あれめちゃくちゃいじりまくって変形させてたら、ここがまあ側になるんだけど、あんまりね、気にならなくなってきました。<laughs> 横から見るとこんな感じでね、おなじみのこのラインがね、ちゃんとあります。ウィンドウは本当に色のないクリアの、ええー、ピュアなね、クリアパーツとなっています。正面から見るとこんな感じ。いいね、このワンボックスカーからさ、 ロボットモードになるやつ、本当に待望です。後ろから見ると、こんな感じ。基本的にはね、え、違うんだよ、<laughs> これも、違うんだよ、母ちゃんです。こんな感じ。そう、これはね、あの、天面にランプがついてますね。で、これもね、実は取り外せるんだね。で、これは5ミリピンではなくて、ちょっとね、これ慎重に行きたいんだけど、ちょっとゆっくり行こうか。これね、外すとき気をつけてください。あの、両側でついてる、こういう四角いピンです。 で、えー、アイアンハイドにもね、あるから、まあ、つけないと思うけど。<laughs> まあ、こんな感じでね、取り付けられます。ちょっと逆だったかまあ、こんな感じになると。まあ、こういう共通のパーツがあるわけですね。こんな感じビークルモードでの違いは、そんなところかな。いやー、だけど、本当に、待望だね。めちゃくちゃ嬉しいです。さあ、お待たせ。それぞれ、トランスフォームさせよう。まずは、プロールから行こう。トランスフォーム 今回のアイアンハイドとプロール、それぞれオタファテクニカルレベルズバリー 3! まあね、2回目だったり3回目だったりするんでね、<laughs> どんどん行こうもうね、かなり、えー、急ぎで行こうか。もうね、みんなも見慣れてると思います。まあ、初めて見る人もいると思うんだけどね、こうゆっくり味わいながらいこう。このように腕を出す。そしたら、ここの部分を下に下げると。せーの。 で、伸ばす。こんな感じですね。そしたら、左右を分割。ここは、あ前も言ったんだけど、ゆっくり、えー、このピンを外すといいですね。結構ね、なんていうか、発火しやすいピンになっています。これ特に白いパーツだから、あ発火してるかどうかわかんないよね。なので、こう、ゆっくり行きたいところです。足横のカバーを出して、かかと。このようにします。そうすると、こんな感じ。 さあ、そしたらね、今度は上半身。こ,この、えー、中央部分をプッシュ。これに、ね、押して、こっち側まで持ってきて、ここのクランク状にね、動かしながら、えー、ここに被せると。で、こう密着させて中央部分でロック。で、このサイドの部分ですね。 なんこんな感じでロックしたら腕を下ろしウィングの形を整えるピタッとねここで止まりますさあそしたら最後に頭部そして腰の部分で180度回せば変形完了プロールロボットモール ああ、見事にね、トランスフォームしました。もう何回触ってもこの型の変形はいいね。そして、あの、イメージ通りのね、プロールのロボットモードです。本当にこれ、良い,い型だよね。後ろ。ブラスターをね、ここにマウントしています。ちょっと近くで見ていこう。あとでね、他のあの2体ともね、比較します。基本的には、ブルーストリックと同じ顔です。こんな感じ。でね、あの、だけどね、うん、本当にこの顔はかっこいいです。 あのね、いかにもこうパトカーのフロント部分って感じの、うん、このデザインが本当にいいです。足回り。このブクリアブルーのパーツがとっても綺麗ですね。こんな感じ。プロールのロボットモードはこんな感じ。さあ次アイアンハイドロボットモードにトランスフォーム <laughs> これも基本的には前回お見せしたラチェットと、まあ、全く同じですね。ゆっくり味わいながら行こう。まずはウィンドウを展開。 このようにし、サイドを開く。ちょっと開いたら、この手目の部分を持って、ゆっくりたわませながら、引っ張ると、ロックがね、外れます。で、中にブラスターが入っています。これは、ちょっと見てみようか。ラチェットとね、造形は同じ。で、よーく見るとね、先端の部分にガンメタの塗装が施されています。こんな感じ。 で、えー、これの遊び方もね、まあ、基本的には前回と同じですね。こういうのを出して、まあ、えー、まあ、リスペクトモードというのかな。えー、これがここに来るかな。こういう感じの、えー、ものができます。で、えー、次はこれですね。本体。で、これを基本的には、あー、まあ、指示と同じです。このようにし、ここの部分をね、引っ張ると。中でね、カチッという音と、 ここがね外れますせーのカチッっていう音がしたらこれを下げる腕をちょっと持ち上げてこの部分で回転こっちまで持ってきたらここでロックうんちょっと今聞こえなかったらもう一回やろうか、うん、上げて下ろすと、うん、これでロックがかかりますそしたら足 これを折りたたんで、ロック。反対側も同様。うん。楽しいね。この型いいね。シンプルながら非常によくできてるかなと思います。ここを離して、腕にすると。反対側も同様。このようにしたら、このパーツですね。これを内側まで持ってきたら、 えー、ここでね、ロックですね。ロックし、さあ、そして最後は、ウィンドウをロック。中央部分で、取り付ければ、変形完了アイアンハイド、ロボットモードだ <laughs> あこれもまた見事だよね。アイアンハイドのあ地球性のね、これも待ってたなぁ。 非常にいい感じです。あ、本当に色とね、頭部が違うだけなんだけど、うん、本んにアイアンハイドに見えるね。頭部のアップ。ラチェットとね、造形が変わっています。うん。これぞアイアンハイドって顔だよね。シンプルながら非常にいい造形です。ウィンドウがここに来てて、腕。それから足回り。こんな感じ。でね、ここに、 あの、これですね。あ、えっ、ー、と、リスペクトモードというのかな。そう、昔のさ、アイアンハイドやラチェットのお,おもちゃって、こう、頭部がなかった。こう、こういう感じ。あの、ダイアクロン隊員のね、なんていうか、こう、パワード、パワードロボみたいな感じだったから、まあ、こういう感じになります。こういう遊び方できるのいいね。というわけでね、比較いこうか。ジョン、プロールとアイアンハイド。 一緒に並べるとこんな感じ。いやもう、トランスフォーマーのレギュラー中のレギュラーの二人だから、うん、こうやってね、アースライズで発売されて本当に嬉しい。各部を動かして、アクションこのようにそれぞれね、かっこよくポーズを取らせることができます。アイアンハイドのね、この、えー、天面だった部分もね、シールドにしたりとか、巨大なね、ブラスターにして、えー、遊ぶことができます。さあ、そしたら最後は比較いこう。ブルーストリークにスモークスクリーン。 三体並べると、こんな感じ。ああ、ついに揃ったという感じがします。プロールはこんな感じ。さあ、そしたらね、アイアンハイド比較、比較いこう。じゃーん、ラチェット。一緒に並べると、こんな感じ。ああ、これもなんか全然違う感じがします。遊び方の一つとして、こういうシージのさ、武器をこう手に持たせるっていうのもありだよね。 なんかね、アイアンハイドはなんかこう、使い慣れた武器。これを地球でも使ってやろうって感じするし、例えばラチェットってさ、うん、なんかこういうパーツいいよね。こういう感じのさ。で、背面にはね、この、なん、なんていうのかな。うん、これ。これをね、つけることができたりとか、あとこれをね、ここに置くことによって、なんかこう、リペア前みたいな、うん。本当にラチェットらしい感じになるなぁと思いました。じゃーん 最後はね、本当に一部分なんだけど、今現在発売されているアースライズとか、まあ、シージのメンバー。こんな感じでね、ずらっと並べると、こんな感じ。いいね、こう、だんだん揃ってきてる感じが、本当にたまらないです。この中でもね、今回のアイアンハイド。それからプロール。まあ、どこにいるかはね、わかると思います。<laughs> この真ん中のところにいるんだけどね、まあ、オプティマスプライム。ことね、コンボイ司令官を中心に、こう、ずらーっと並んでいます。 いや、やっぱトランスフォーマーの進行者っ,ってこうやってずらっと並べることかなと思います。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回のトランスフォーマーアースライズ、アイアンハイドとプロールのレビューいかがだったでしょうかこれ、ね、一緒に触って遊んだ気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。まあレビュー中にも言った通りね、基本的にはリデコアイテムではあるんだけど、やっぱりトランスフォーマーのね、ファンにとってはプロールとアイアンハイドといったらもう超メジャーキャラクターなんでね、本当に待望です。 さあ、これね、宝富モールを今調べたところ、ごめん、これね、限定で発売されるアイテムで、ちょうどね、予約が終わってました <laughs>。この動画を投稿している今現在は、予約がね、もう終了しています。いやー、残念だね。なんか今回を機に、あ、なんか、 昔見てたトランスフォーマー集めてみようかなっていう人にとってはね、本当に懐かしいキャラクターなんでね、あの、比較的こう集めやすいシリーズでもあるんでね、なんかこう入りやすいというかね、あだから売り切れになってるのがちょっと残念なんだけど、まあ予約してる人にとってはね、あの期待してもいいんじゃないかなと思える一品です。いやー、このアース,アースライズとかこれから先ね、まあキングダムとか色々続いていくシリーズでね、あのこんな感じでね、昔憧れてあのトランスフォーマーの玩ング。 それを、その G1 メンバーをね、もう今の最新技術でね、こう集めたいなと思っています。本当にそれ、そんな感じでね、集めようとしている人に最適なアイテムとなっています。いや、大満足ですね。もし手に入れられる機会があったらぜひゲットしてみてください。そして僕は、大満足です。今回の動画、面白かったな、楽しかった。参考になった。一緒に遊んだ気になってよという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。 いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter、LINE のアカウントがあります。もしよかったらね、ぜひお友達の追加もぜひお願いします。あとはね、他にオタフはこういうおもちゃレビューしてという、えー、あの、おもちゃとか、まあ、プロモデルとかね、どんどんリクエストをください。どんなことでも結構なんでね、あの、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おタれでしたまってねー 夢への出発せよ、ミッションを繰り出せよ。変形が与え憧れてた夢のトランスフォーム。若さのキミチちン。